皆さん、お待たせしました。準備ができたようです。食べながら飲みながら聞いていただければいいと思います。苦節50年転送中ですね。やっとですね、転送中にこのバンドができたんですね。木村工務店の木村さん率いる、名前はね、風待ちバンドって言います。なんで風待ちバンドかって言ったら、まあ、下町にですね、いい風を送ろうということからつけたようなものです。非常にね、クオリティ高いと思います。今日は2回目のライブになりますけれども、皆さん飲みながら、聞いてください。それではよろしくお願いいたします。はじめましての人もよろしくお願いします。なんか拍手とかないですか？まず上手から、フロム長野の上諏訪から来ました、ひろき宮沢サックス。前回バンド初めてやられたということで、今回もう2回目ですから、もうトクとテクを考えてその次後ろにいます、墨田区から来ました
コマーシャルインテリアス社長の神田正勝。当分こうネタにしますけど、彼はギタリストです。でも嫌がる彼は無理やりベースとして参加して、もういやいやね、参加しても1年ぐらい経ちました。そして、今日前回1回休みだったんですが、パーカッションで今度ボーカルになります、渡辺カルロス。よろしく。カルロスですよね。カルロス。ゴーンじゃない。そして後ろの我が守護神、守護神、事務局長高橋和義。先ほどの理事会と打って変わってこの解放された感じですね。リハーサルやってる時仕事ないしですすごい嫌がるんですよ。今日はよろしくお願いします。そして、若手ナンバーファッションビル酒井ファッションビルの佐々木はじめギターというわけで、佐々木さんがですねいろいろ言いたいことがあるというので、ちょっとマイクを渡します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。気持ちよく弾かせていただいております。気持ちよく、歌わせてもらってますっていう木村さんの顔が何よりも語ってます。もう練習中は全然こんな感じじゃなかったですね。なんか神妙な顔でいつもスタジオ入ってたんですけど、先ほどせいさんからもありました、酒井リブです。私4年に一度のオリンピックイヤーの年になぜかやっている、我が社の、デザインコンペが今年10月の末で、締め切りになっております。でこのデザインコンペ、まず酒井リブっていうのはもし知らない人がいたらあれなんで、リブ材です。 3D パネル内装材の、パネルを販売しているメーカーなんですけれども、その酒井リブを使って、何かしらの案件の、写真ですね、過去のものでもいいです、これからのものでもいいです、応募いただいて入賞いたしますと、副賞で海外建築ツアーが、ついてきます。で、すごくいいんです。ありがとうございます。前回は、スリランカに行きまして、1週間ぐらいですかね、7秒か、ごめんなさい、私が全然覚えてない。行きまして、で、ジェフェリーバワー、建築家のジェフェリーバワーのホテルに日替わりで泊まりながら、スリランカを楽しむという、のを4年前にやりました。すごいんです。で、今年は最初、スペインにしようとか、イタリアにしようとかっていう話があったんですけれども、最初今度今年も今回もやりますっていう発表した時にスペインで、テロがあってですね、ちょっとこれは良くないなということで、いろいろ考えて社長が世界中をこう飛行機で飛び回って最終的に決まったのがドバイということになりました。ドバイはですね、行ったことないんで何も分かんないんですけど、写真で見たら本当に建物がすごくて建築ツアーの名にふさわしい、副賞になっていると思っています。でこれもそれも何もかも酒井リブを使っていただいて、それを応募いただいてっていうですね。でまた転送チェーンでうちの社長が来ますので、そこでこうやんや社長に言ってもらえれば、堺賞というのもありますので、そういった賞を狙っていただきながら、こんなもんでよろしいでしょうかね。はい、まさか PR タイムになるとは。ありがとうございます。もう素晴らしい、このために今日ちゃんと社長によく言ってください。社長に言っておいてください。営業しているということをですね、報告しておいていただければ。で、すごいですよね、PR してギター弾いて歌っちゃう。じゃあ、はい、よろしくお願いします。いいですか。ブラックマジックウーマンという、喋んない方がいいですね。はい、ブラックマジックウーマンです。
そういうですね、その佳境に入っていきますけれども、風待ちバンドというネーミングなんですけども、ちょっとうっかりですね、曲を、お題曲を作ってしまいました。さっき小倉さんと話してまして、世界中に発信しようと、売れますよと言ってくれたので、年内には世界中に発信するだけやってみようと。そんな曲をですね、ここで1曲やりたいと思います。そうですね、風待ちバンドの第1号オリジナル曲です。風待ち横丁。
結構熱い歌を歌います。熱いよ、はい、よろしくお願いします。フォーユーです。というわけですね、もう寂しいんですけども、最後の曲
ました、今日はねちょっとなんかお茶に濁しているにやってくれって言われたんであのまあ一生懸命準備してきました。じゃ最後はですね、本当はまた今日も若山さんがいらっしゃらないんですけども、このバンドを結成した理由に若山さんが大きく関わってましたですね。いないけど言いますけど、リブデザイン若いよっていう会社なんですね。でリビングデザイン若いよだと思って RIV だと思うから RIB です、ABC っていう、これ LIB です、ね、LIB なんですかこれ、変ですよねって言ったら、レイと言ってみるのやってんだ、そんなに思い入れがあるんだったらじゃあバンドやって歌いましょうよって OK なんて言ってたんですけども、それ以来なんか尻込みしてしてくれなくなっちゃったんですけども、そういうわけでその若い人を迎えるべきあのレパートリー入れたんですけども、彼を、まあ、いつか武道館で一緒に歌えたらなと思います、その明日で歌っちゃおうということで、まあ、一緒に、福島かすみ、フューチャーリングでやっていきたいと思います、最後です。
ですね、前回の総会の時に見ていただいたあの映像のですね、DVD がありますんで、まあ、あの私の一緒にやってるスタッフがですね作ってくれたんですけども、まあ、材料費ということで1000円で用意しておりますので領収書が出ませんが、まあ、よろしかったらあのお帰りに東京土産に買って。じゃあ最後にもう一度メンバーを紹介します、サックス宮沢博樹、ベース神田正和、パーカッション渡辺カルロスよし、事務局長高橋高橋、ギター佐々木はじめ、そしてボーカル福島和美、そしてですね、風間地盤の低層治療のメンバーを主体としてやるんですけども、新メンバーが決まりました、まずご紹介しましょう、関口直美、まあ、今日は踊ってもらうだけなんで次回あのレパートリー用意しますんであとですね写真だけ撮ってるから写真だけ写真だけそれとですね、あと名古屋の加賀美さんもメンバーに決まりました、はい、もうあの曲も決まりましたのでコラボしたいなと思います、それとあと今日はあのいろいろお手伝いしていただいた小倉さんありがとうございます、小倉さんのリハーサルから付き合っていただいて本当にありがとうございました、それとですねあの、まあ、これを機にですね、リーショー予算をですよ皆さんどうでしょうか、あのクラブ活動として部活動としてですね、あの総会に上がらせてもらいます、はい、それと今回のこの店をですねいろいろ紹介していたのは橋口福神社、ありがとうございました、そしてですね、風鉢バンドの後継人として、政府副理事長これからもよろしくお願いします、昔懐かしき懐かしき曲をやっぱりルート66です。
前前